速稼塾の久保です。ご質問いただきまして、40代50代になった時に、ここからねどういうふうに這い上がっていくかって方法です。もちろん経験もないしキャリアもない、でもやる気はあるという方ですね。こういう方結構多いと思うんですけども、私はねもう営業に行くことだと思うんですよ。で、営業の中にもいろんな種類があります。テレアポの営業とかね、ポスティングの営業とかね、それから訪問販売とかルート営業とかってあるんですよ。その中で私がね絶対おすすめで、ものすごく引く手あまたで、しかも結果が出やすい、そういった営業職を紹介します。これからお話しすることです。これはね本当にね引く手あまたで、しかもライバルはむちゃくちゃモチベーション低くて、もうね、むちゃくちゃやりやすくて成功しやすくて這い上がりやすい営業です。それは何かと言いますと、店舗内でやる営業で試食販売員ですね、いわゆるマネキンってやつです。ここはねマネキンってみんなやりたがらないんですよ。でやる人も声ちっちゃくって下向いてね、ボソ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 言いながら料理をこうやってちっちゃく作ってるんですよ、はっきり言ってね。でそうではなくて、これすごく簡単なんですよ。やる気があるっていうんだったら、そのマネキンになってね、派遣会社とかに登録してマネキンがやりたいんですって言って、マネキンで店舗に配属されてください。で店舗の中で醤油を売ったりヨーグルトを売ったりチーズを売ったりするわけですよ。で基本的にその店舗の中に来る人って店舗が好きなんですよ。店舗の商品が好きなんですよ。店舗の商品を何度も何度も買ってる方ばかりなんですよ。常連ばっかりなんですよ。ということは、あなたがマネキンで勧めるものもかなり購入してくださる確率が高いんですよね。この前提に立たないといけないんですよ。自分がマネキンやったところで買ってくれないやと思うのとは全くわけが違って、そう思うと元気も出なくなるんですけども、これはね訪問販売でもテレアポでも何でもないんですよ。もうお店が好きで、このお店にね今日このスーパーに3000円使うぞ2000円使うぞってやってきた人、どんな商品があるのかなってワクワクしながら楽しみで来てる人に対して声をかけてくれる店員さんから物を買わないわけがないんですよ。でマネキンの販売になって、店舗の配属が決まったら必ず聞いてほしいことがあるんですよ。それは2つです。1つは今日の来店客数の予測は何人ですかってこと。もう1つは私はどのぐらいこの商品を売ったらいいんでしょうかってことですよ。要するにノルマを自分から求めていくんですよ。だいたい2000人ぐらい来てるお客さんの来店客数の中で100個の醤油が売れればね、2キュッパーとか1キュッパーの醤油だと思いますよ。それ100個売れればものすごくねもう大エースですよ。そこを目指して見てほしいんですよ。でマネキンでいつもノルマがクリアできて、しかも明るく元気で人気のある人だったらね、スーパーからもスカウトがかかると思いますし、そしてねそのマネキンをお願いしてるその派遣会社もこれマネキンにさしとくの惜しいねってことになるんですよ。できっとマネキンのこの何ですか、教育販売員になると思うんです。販売教育員になると思うんですよ。要するにマネキンの先生になると思うんですよ。でそうなると現場には立たずに人を指導するだけで、お給料をもらえる立場になるってことにもなりますしね。でそうならない人っていうのは結局現場で力が出せない人、売れない人なんですよ。でマネキンってやってる人みんなモチベーション低いんですよ。でいやいややってるんですよ。商品のことも何にも考えてないし、お客さんの目を見ることもないんですよ。だからそんな中で唯一元気でハキハキと、しかも売り上げを上げる人ってすぐ目立ちますから、そしてすぐにその現場から引っこ抜いて別のもっとやりやすいね、大きな影響力のある仕事に回されるわけです。そうやってステップアップしていくんですよね。これね、しかもね40代50代でも全然若い人と遜色なくやっていけます。というよりも40代50代の人が進めた方がね影響が出やすいんですよ。これは売れやすいんですよ。だからそういうことを利用していくといいと思います。40代50代の例えば主婦に見える女性が販売する調味料とかってものすごく売れます。しかも男性でも売れるんですよ。これは男性が売るとどういうふうな感じでお客さんを思うかっていうと、ボソボソボソって売ってたらね、この人なんかしょうもない人だなって思われるんですけども、元気よく自信を持って、そしてね裏に表示されてる成分をちらっと見て、その成分を言いながらやると、あれこれ食品業界の人じゃないのと、日本食系の人じゃないのみたいな感じで結構ね、で上位ランクに見てくれるんですよ。だから自信を持って進めるだけでどん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 買ってくれます。しかも醤油ってね、別に今日買って今日使わなくてもいいわけですよ。ヨーグルトもそんなね1個買ったから2個買ったからって言って致命的な家計にダメージを与えるものではないんですよね。たまには食べてみようかなって思うわけなんですよ。しかもいつも買ってる人は今日はこっちにしてみようかなっていうふうにスイッチする可能性が高いんですよ。だからね、スーパーの中でのマネキンってむちゃくちゃ売れるんですよ。はっきり言ってさっきね2000人のお客さんの中で100個売れたらいいでしょうかっていう話をしましたけども、違うんですよ。これね100個どころか200個とか売れるんですよ。だいたい 10% くらい、客数に対して 10% から 15% くらいはちょっと明るく元気にやっただけで売れるんですよね。これね、知りたかったらもうちょっと具体的な方法は後でまた動画作りますけども、本当簡単なんですよ。来た人に対して目を見ながらこんにちはって呼びかけながら、これ食べてみてくださいと、試してみてくださいと、で食べた後にどうでしたって感想を聞いて、美味しかったですって必ず言いますから、そしたらその商品はこれですっていうだけなんですよ。これですっていうだけ。あと売り込む必要ないです。
ぜひ買ってくださいって言う必要はないです。もうそれだけなんですよ。もう本当にそれだけでね、あの何10人来たら10人にやるだけで、そのうちの 30% の人は買うかどうか迷いますから。でそのうちの 30% 要するに全体の 10% が購入しますから。うん、だからね、マネキンをするのが40代50代で経験もないし人脈もないし何もないとお金もないって人が這い上がる最短の方法です。マネキンぜひやってみてください。でなんでこれが最短の方法かっていうと、マネキンをやってない地区ってないんですよ。マネキンをやってるとこばっかりなんですよ。だから、あ、うちは地方なんでできませんってこともないんですよね。ぜひね、このマネキンっていうのに挑戦して這い上がるチャンスをね、そっからあの別に年収1000万いってもいいじゃないですか。マネキンから始めて全然いけますからね、これね。うん、だからね、営業にすごくね、楽しみとか喜びとか得意になっていくってこと、その切り口がマネキンっていうのはとってもいいと思います。訪問販売とかテレアポってさすがにね、メンタル弱い人はもう行くのにもおじけづいちゃいますから。うん、本当にね、それはね、営業自信がない人はマネキンからだと思いますよ。マネキンっていうのは本当に繰り返しますけど、スーパーに物を買いに来てる人にスーパーの商品売るわけですからね。これ売れる確率むちゃくちゃ高いわけですよ。テレアポなんて意識もしてないものにいきなり電話かかってきて、これ買いませんかって言うから、まず反感から始まるんですよ。訪問販売もそうです。反感から始まるんですよ。だから難しいんですよ。でも本当にマネキンっていうのは好感から始まってますからね。だからむちゃくちゃ売れます。マネキンで成功して、そこから実績を積んで、一等地を抜く存在になって年収1000万とか狙ってみてもいいんじゃないかなと思うんですけどもね。では失礼します。